こんにちは。おはよう。失礼します。おはようございます。明るい挨拶、気持ちがいいですね。挨拶一つ例にとってみても、その人の家庭の様子が目に見えてくるようです。社会生活で必要なマナーやルールは、親との触れ合いの中で身につけていく。親の責任大きいですね。ただいま。おかえり。